皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今ですね、実はカラコンをしていないのでちょっと顔がきつく見えちゃってるかなと思うんですけど、今回はカラコンのレビューをしていくんですけど、いつものカラコンとはちょっと違った、面白くてすごくワクワクするような、そしてプチプラなカラコンをねゲットいたしましたので、こちらをレビューしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで今回ね、その紹介していくカラコンなんですけども、7レンズというサイトのねカラコンを紹介していきます。でパッケージがじゃじゃん、こんな感じのボルドーで、すごくスタイリッシュなかっこいい感じの、高級感もありますよね。かわいいです、パッケージから。こちらのカラコンなんですけど、全部で9種類のカラーがございます。でちょっと試しに実際に1つ開けてみたいと思います。どういう感じで入ってるのかとかね、見ていけたらなと思うんですけど、じゃじゃーん、こんな感じです。おー、ちゃんとこういうねカラコンケースもついてきますね。え、かわいい、すごい。カラコンケースってピンクだったりとかブルーとかが多いと思うんですけど、これ黒のカラコンケースになっていて、かっこいい感じですね。え、めっちゃかわいい、これだけでもあ、であとケースの後ろのところにカラコンを取るときに使うピンセットが入っていて、でこっちにレンズが2つ入っております。さっきね、面白くってワクワクするようなカラコンだって言ったと思うんですけど、一体どういうところがねそうやって感じたかというと、これねすごいんですよ。ちょっとね、画面を通してね伝えるかがわからないんですが、わかるのかな、わかるかな、わかるかな。レンズ自体にねパールが入っています。パールってどういうことって思うと思うんですけど、普通のねカラコンだとなんていうのかな、マットなというかカラコンが多いと思うんですけど、こちらのカラコンはパールが入っているので、すごいねキラキラしてるんですよ。実際に見てもらったら伝わるんですけど、めちゃくちゃキラキラしてます。すごい可愛いんです、それが。だからすごいなんかワクワクしません？こうカラコンでキラキラしてるってどういうことみたいな。すごい新しいですよね。私も届いた時に、え、めっちゃキラキラしてる、可愛いと思って、これはもうぜひみんなに紹介したいと思って今回動画を作っているんですけど、あ、でそうそう、あのねプチプラって言ったと思うんですけど、このカラコン実はですね3ヶ月使えるんですけど、お値段がなんと全て3000円以内で買えることができます。やっぱり高いとね、いくら気に入ったものがあっても結構頻繁に買い替えなきゃいけないものでもあるし、コスパがいいっていうのはねやっぱりすごくありがたいです。はい、ということで今回はね、せっかく9種類全部あるので、全部のカラーを装着してカラコンの付け比べと、最後にねこの中での私のお気に入りをちょっと決めて、それを紹介したいなと思います。ではまずこちらのミカスパークルブロンズというカラーをつけていきます。こういう感じのカラーで、わかりますか、このパール感伝わるかな。はい、こちらをつけていきます。はい、つけてみました。こんな感じです。どうでしょうか、発色がいいですよね、めちゃくちゃ。やっぱりちょっとパールが入ってるということで、レンズがメタリックな感じ、ちょっとヒラキラっとする感じで、すごく盛れると思います、このカラコン。でね、なんかこのカラコンはブロンズって書いてあったので、ちょっとブラウンっぽい感じのカラーなんですけど、ちょっとなんかヘーゼルっぽい感じにも思えるかな、黄色みが強いというか、まあそんな感じで、すごくなんかハーフっぽい目になれるかなという気がします。なんですけど、周りのねこのカラコンの縁のデザインが黒く縁取るじゃないですけどされているので、結構ね目も大きく見えます。しっかりと可愛い、一発目にしてめちゃくちゃ可愛いんですけど私のね多分今のメイクだったりとか、この肌の色とかにもねすごく合うと思います。イエベさん向けかな、どっちかっていうと。まず一つ目のミカスパークルブロンズはこんな感じです。では続いてこちらのスパークルブラウンをつけていきます。スパークルブラウンはこんな感じのレンズになっております。すごくナチュラルなレンズですね。はい、スパークルブラウンつけれました。こんな感じです。これはね直径はね 14mm で同じなんですけど、さっきのレンズは黒い縁がついていたので結構大きく見えたかなと思うんですけど、こっちはですねもう縁がない、自分の黒目が縁になるデザインで、自分の黒目の中にカラーをつけるという感じのレンズになっています。なのでさっきのレンズよりかはデカみ効果はないんですけど、でもねこう自分の瞳をすごい綺麗に見せてくれる、自分の瞳の色を変えてくれるデザインになっているので、カラコンをつけているっていう感じじゃなくて、自然な本当に自分の元の黒目の色がこんな感じですよっていう感じのねカラコンになっています。伝わるかな。でね、このパール感もゴールドっぽい感じの色だったりとか、ピンクっぽい感じの色も入っているので、すごく馴染みやすいですね。普段から使いやすいレンズになっているなと感じました。はい、というわけでスパークルブラウンはこんな感じです。では続いてこちらのスパークルグレーをつけていきます。はい、スパークルグレーはこんな感じのデザインになっております。はい、スパークルグレーこんな感じです。めっちゃ綺麗ですよね。グレーカラコンなのでかっこよくなるかなと思うんですけど、パール感があることによってちょっとシルバーっぽくないですか。よりギラギラというかかっこいい感じの目元になるかなと思うんですが、オールブラックの時とか使えそうですよね。全身オールブラックにして目元をちょっとキラッとシルバーにして、でシルバーアクセとかをつけたらね、よりかっこいい女性になれるような気がします。キラキラっとしているのでね、こう暗いところでも発色がわかるというか、目元が明るく見えるかなと思います。はい、ということでスパークル
グレーはこんな感じです。では続いてこちらのスパークルインディゴというカラーをつけていきます。レンズはこんな感じになっております。あ、すごい。はい、スパークルインディゴつけてみました。こんな感じです。いや、これすごくないですか。なんか最初ねレンズだけ見た時は正直に色があんまりわからなかったので、これどんな感じになるんだろうというか、ちゃんと発色してくれるのかなと思ったんですけど、こうつけるとね、黒目が黒いじゃないですか。なのでそこにこうパールがパッと乗っかる感じでめっちゃ綺麗に発色してくれます。すっごい可愛い。これ色もね、こう紫っぽい感じのカラーなので、一味ちょっと違うような、周りと差が作れるようなカラコンかなと思います。はい、ということでスパークルインディゴはこんな感じでした。はい、続きましてこちらミカシュマーディープブルーをつけていきます。レンズはこんな感じです。はい、シュマーディープブルーつけてみました。こんな感じです。これもめっちゃ発色いいですね。やっぱりなんかレンズだけで見るよりも発色がね、ちゃんと綺麗に出てくれます。この黒目といい感じに重なってすごく綺麗なカラーを出してくれるんだと思うんですけど、どうせカラコンつけるんだったらもうガラッと印象を変えたいっていう方にすごくおすすめなカラーかなと思います。はい、ということでシュマーディープブルーはこんな感じです。はい、というわけで続いてこちらのシュマーオーシャンというカラーをつけていきます。レンズはこんな感じのカラーです。はい、こんな感じでシュマーオーシャンつけてみました。外国人ね、すごく綺麗なブルー系の瞳の色をしてる方いらっしゃるじゃないですか。そんな感じのカラーですね。本当に絶妙なカラーです。さっきのスパークルグレーとちょっと似てるかなと思うんですけど、スパークルグレーよりも青みがあって、さっきのシュマーディープブルーよりも青みが少ない中間のすごく綺麗なカラーですね。めちゃくちゃ可愛いと思います。いや、いいなこのカラー。はい、ということでシュマーオーシャンはこんな感じのカラーでした。続いてこちらのシュマーグレーをつけていきたいと思います。レンズはこんな感じのカラーです。はい、ということでシュマーグレーつけてみました。こんな感じです。可愛いですねこちらも。さっきねスパークルグレーっていう方のグレーも紹介したと思うんですけど、さっきのスパークルグレーは縁がちょっとあったかなので、少し大きめな感じに見えたかなと思うんですけど、こっちのシュマーグレーの方は自分の瞳の色を変えてくれる、自分の瞳が縁になるカラコンになってますね。で、こう色もすごい馴染みやすくって、なんかグレーなんですけどグレーすぎないというか、自分の黒目がねすごく活かされるようなカラーになってるかなと思います。わかるかな。ちょっと内側が黄色っぽいというかゴールドっぽいカラーになっていて、それがまたね馴染みやすいポイントなのかなと思います。はい、ということでシュマーグレーはこんな感じのカラーでした。続きましてこちらのシュマーヘーゼルというカラーをつけていきます。レンズはこんな感じのレンズになっております。はい、シュマーヘーゼルはこんな感じのカラーです。これはもうなんて言うんですかね、色素薄い系のカラコンじゃないですか。すごく自分の黒目により透明感を与えてくれるというか、そんな感じのカラコンになってます。シュマーヘーゼルなんですけど、すごくブロンズっぽいカラーになっていて、肌なじみもいいですね。ということでシュマーヘーゼルはこんな感じのカラーでした。はい、というわけで最後こちらシュマーグリーンをつけていきたいと思います。こんな感じのレンズになっております。はい、ということでシュマーグリーンつけてみました。9種類全部見た時に一番好きそうなカラーかなと思ったんですけど、やっぱり可愛いですね。めっちゃ可愛い。シュマーグレーとねちょっと似たような色味なんですけど、シュマーグレーの方がより黒っぽいというか、自分の黒目に馴染みやすくて、ちょろっとねこう雰囲気を変えてくれる感じだったんですけど、こっちの方がシュマーグレーよりかはちょっと明るいんですけど、でもそんなに浮かないというか馴染みやすい、すごく綺麗なカラーですね。やっぱりこのパール感がとてもキラキラしてるから、なんか特別感がありますね目元に。はい、ということでシュマーグリーンはこんな感じでした。はい、ということでこんな感じで全部つけれました。今一番お気に入りのカラーをつけております。ということでこちらの手を外していきたいと思います。3、2、1、じゃーん。って言ってもわかんないですよね私が一番気に入ったカラーは最後につけたシュマーグリーンです。いや、多分温度感とかで皆さんにもバレバレだったと思うんですけど、やっぱりこのカラーがね私は一番好きでした。いや、もう本当に絶妙なカラーでですね、自然なハーフアイになれると思います。めっちゃギランギランですっごい激しいってわけではないので、普段からもすごい使いやすいカラコンです。カラコンをつけるってなるとね、やっぱ目が疲れちゃうと思うので、つけ心地がすごい心配っていう方も多いと思うんですけど、パールが入っているので正直ちょっとゴロゴロしちゃうかなとか、なんかちょっと目に大丈夫なのかなと思ったんですけど、全然そんなことなくって、違和感なくつけれました。やっぱりこのパール感がこうどの角度から見てもすごく綺麗なので、すごくなんか引きつけられるような魅力的な目になれると思います。通販で買うことができるので、その URL
URL を概要欄に貼っておきます。このカラコンなんですけど、12月の31日まで 30% オフで買えるのと、あと送料が無料になっております。なのでちょっと気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。Show you the world, show you the world. If you were my girl, if you were my girl, you'd have diamonds and pearls.